ゴールとか目的が不明確の中、この質問を単純に答えるってミスってるんですよね。言葉に反応してるだけですね。それ最悪です。一番深掘るんじゃなくてエピソードを探しに行く。どうも、信頼リメンバーのバラマツです。多田さん、こんにちは。はい、こんにちは。今日もよろしくお願いします。今日はですね、悩みの種になる自己分析について伺いたいと思います。はい、自己分析をそもそもどうやったらいいかわからないっていう方とか、一応いろいろ質問に回答はしたけど、それをどう企業選びとかに結びつけたらいいかわからないよっていう人に向けた動画になっております。ワンキャリアの田田と申します。今は経営企画部で事業開発をやってるんですけど、もともとはワンキャリアライブっていうあの動画の事業の立ち上げをやってました。どうぞよろしくお願いします。一橋大学社会学部3年生の大塚紀穂と申します。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。実際どうやって自己分析やってるんですか？よく就活サイトでおすすめされる性格診断だとか、はいはいはい、先輩におすすめされたモチベーションマップというのを使って、うんうん、まあ、なんとなくやったつもりではいるんですけど、そもそもこういう質問って何に役に立つんだろうっていうところでちょっと迷走していて、で、まあ、本選考前に固めておきたいなということで本日お伺いしたいです。今回は実際にキイちゃんが自分でいろんな問題に解いてみたので、それをもとにそれぞれの質問の意図とか、どういうふうに企業選びに結びつけたらいいかっていうのをアドバイスお願いいたします。わかりました、よろしくお願いします。お願いします。今回キイちゃんに持ってきていただいた質問は7問です。まずなんかこれらの質問を見た時に、一応なんかこの質問選びみたいなところは結構ちゃんとできてますかね？ああ、全然できてないですね。できてない。何ができてないですか？やっぱゴールとか目的が不明確の中、この質問を単純に答えるってミスってるんですよね、完全に。白紙の問題集にさ、自分で問い作って自分で答えていくのと同じような感じになってるわけよ。だから目的がぐちゃぐちゃになっていて、いらない質問も多いっていう印象を受けます。なんか自己分析の目的っていうものは2つしかないと思ってますと。1つは受かるためにやる自己分析、2つ目は選ぶためにやる自己分析っていう、この2つがあると思ってますと。受かるためにやる自己分析って何かって言ったら、まあ、面接で聞かれる問いに答えれるように自分のことを知るっていうことだよね。で、2つ目選ぶっていうことに関しては、複数ある企業の中で自分が合う会社ってどこなのかっていうことを、自分が一番成果が上がった環境と会社での環境と紐付けるっていうことが大事なので、過去の環境を分析することなんですよね。って考えたら問いを見てみましょうと。じゃあまず書いてくれたっている、小さい頃の夢は何かって言われたら、これってどっちに紐づきますか？直接的に聞かれることが多いので、受かる目的かなって思います。うんうんうん。じゃあそこを受かる目的っていう風に設定したら、もうこれで終わりなんだよね。ただ喋るだけで終わっちゃう。そう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 。ってことは何が大事かというと、面接官はなぜ聞いたのかっていうことが大事になってくるから、すいません、質問の問いに対して背景について伺いたいんですけどってコミュニケーションすればいい。聞いちゃっていいんですか？あ、いいよ。だ、一方的に、コミュニケーションするっていうことが良くない、面接って。一方的なプレゼンテーションって人って受け付けないんですよ。って考えたら面接も会話であるべきなんですよね。つまり聞かれるんだったら、小さい頃の夢は何か、キャビアアテンダント、グランドアテンダントかっていう風になってるけれども、なぜこれを聞いたのかっていうことが大事だから、面接官に聞いた方がいいし、面接官にその意図がない可能性もある、人なもんだってっていうことなんですよ。背景があって、でキャビアアテンダントですみたいなの言ったら、それに対して深掘りをしてくれる面接官もいるわけで、その準備をしておくっていうのは受かる対策には必要だよね。だけど全てに対して準備するって無理じゃない？だから過去問から考えるっていうだけなのね。まあ、ワンキャリアとかだったら過去問とか載ってるから、それを見て、じゃあ小さい頃の夢は何かって聞かれてるかどうかを見てみたらいいじゃない。で、それに対してどういうふうに回答するかっていう準備をすればいい。じゃあそんなに意図は考えすぎなくてもいいってことなんですかね？うん、小さい頃の夢は何かという問いに関しては、受かるための目的の中でもむちゃくちゃちっちゃな問いなの。何のために頑張れる人間なのですかっていうのは大きな問いなわけ。夢のために頑張れる人なのかとかっていうのを把握する質問かもしれないじゃない。それを探るためにこういう質問するのかもしれないし、高尚な意図がある場合もあればない場合もあるっていう。じゃあそれは過去問で調べて、それに対して対策しておこうっていう話。
じゃあ小さい頃の夢は何かっていうことに対して、自分がなんでそれを考えたんだろうとか、そこまで深掘らなくてもいいんですかね、うん、ぶっちゃけ受かるための自己分析に関しては2つに分けた方がいいかなと思っていて、過去問で聞かれることに対してちゃんと答えられるっていうことと、2つ目は自分の強み弱みについて語れるっていう、この2つしかないと思うの僕で、自分の強み弱みに関しては多分語れないとダメだよね。長所短所の話が聞かれるんで、それが大きな問いなの。これは過去問レベルに近いの。小さい頃の夢は何か、だからむっちゃちっちゃな論点なの。だっていっぱい企業ある中で過去問いっぱいあって、その問題に答えてるってことと一緒だから、自分の強み弱みをどういうふうに語るかの方が大事で、さっきツール使ってやったって話あったよね。性格診断のツールどう使ってます？それで、まあ、あなたは何々な人ですねって言われて、そういう人なんだって思って、それに関連付ける思い出を引っ張り出してきて話すという感じで使ってます。そのレポートとか見ました？あんまり見てないかもしれないです。あ、言葉に反応してるだけですね。それ最悪です一番、これ最悪で、若い人特にワードに反応しがちなのよ。だから、あなたは主体性がある人間ですって言われたら、私は主体性があるって思い込むの。あ、それはダメで、そうじゃなく、その主体性に対しての解説文章があるはずなのね。で、その中で自分が納得するところに線引っ張ったらいい。で、線引っ張っていって、それを補足する過去の背景を探りに行くっていうのが受かるための自己分析のね。そういうことか。そう、結局面接では強み弱みは何って聞かれたら、強みは何々です、この背景としてはこうこうこういうことがあって、こういうふうなことが発揮されたことがあるからですっていう結論背景のフォーマットを使うよね。だから結論に関しては自己分析ツールで出てきた言葉ではなく、文章の中で自分が納得するところに線を引っ張って、でそれを話し、で背景は過去の自分の自己分析の話をすればいい。めっちゃわかりやすい。いや本当に性格面で長所と短所を教えてくれていて、うんうん、当たってるんじゃない？それは当たってるかもしれないです。受かるための自己分析はこれだけ。案外楽でしょ。